はい、こんばんは、またお店からね、なんかあのバイクに今ちょっとねなかなか乗ることができないんで、もう話ばっかになっちゃいますけどね、まあ、またこれがねあの今の状況が収まればね、またちょっとしたツーリング動画なんかも撮りたいなと思ってます。まあ、実は今一本ねちょっとあるんですけどね、原付で回ったやつが、まあそれはちょっと今あんまり編集もしてないし、しばらくちょっと置いとこうかなと。で、今日の話なんですけどね、自分の乗ってきたバイクあんまり話してないんですけど、CB50JX1 にね最初乗ったんですけども、その上はちょっと前に雑談動画を撮った時に、ね、ちょっと簡単に話したんで、それはちょっと置いといて、その次のバイク、ホンダの CB400M フォーク3というやつですね。これは1977年だか8年だかぐらいのバイクだったと思うんですけどね、エンジンは 400cc、まあ、成功率で398とかかな、の、2気筒、ちょっと面白かったのは、スギバルブ。スギバルブって当時なかったと思いますね。吸気が2つの排気が1つだったかな、もしかしたら違うかもしれない。いや、多分そうですよね。バイクで。で、当時、当時というか、そのホークスリーは、その、ベースになったモデルがあって、はホーク2と呼ばれる、CB400T のホーク2と呼ばれるバイクですね。で、1年ぐらい前、その、ホークスリーの1年ぐらい前に出たと思うんだけど、で、ホーク2が、まあ、出てきた背景というかね、その前のホンダの 400cc というと有名なのが CB400-4 ですね。4気筒の SHC 2バルブの4気筒だったかな。四角い目のタンクでね、で、ちょっと低めのハンドルと、高めのハンドルのと、あと初期の頃は 480cc っていうのがありましたね。あれだから当時はまだ中型免許っていうのはまだない頃で、でその後中型免許っていうのがねできて 400cc までになっちゃったので 480cc っていう4法は消えちゃうんですけどね。あとホンダ当時の400クラスロードモデルと、CB360T の後継機種なのかな、一応同じエンジン使ったやつで、ツインのモデルで CJ360T っていうのがありましたね。ちょっとね、あんまり良くなかったですね。人気は悪かったですね。まあ、なんでだろう。なんでかわかんないけど、キックしかないモデルで、2気筒だったんですけどね、2気筒の2バルブですね。キックだけで、しかもそのキックが、プライマリーキックじゃないんですよ。失礼、ゲップ出ちゃった。プライマリーキックじゃないっていうのは、要はセカン、なんつったっけ、セカンダリーキックって言ったかな。古いスタイル、旧式のキックですよね。で、要はプライマリーキックっていうのは、まあニュートラル、まあ、通常はニュートラルでねキックしたりしますけど、その他でも例えばローにギアが入ってたらね、クラッチにギアキックができるんですけど、そうじゃないということは、要はニュートラルでないとキックできないっていうねバイクでした。俺が知ってる限りでは、まあ、何台かあったと思うんですけど、当時で言うとちっちゃいバイクでスズキのミニクロなんていうね、 CM50 とか CM75 だったかな、ミニクロっていうバイクがあったんですけど、確かあれもプライマリーじゃなかったような記憶がありますね。まあそれはいいんですけど、でフォーク3というのは、フォーク2がね、まあ、いわゆるこう普通の感じのバイク出た当初はね、丸いタンクで
座布団シート夜間タンクなんて言われましたけどね、分厚いシートだったんですよ。あと特徴的だったのは、かなり短めのねショートのメガホンマフラー、俺は結構好きだったんですけどね、あの丸っこいタンクね、色がすごい綺麗で濃い紫 にあの金色のピンストライプみたいなのが、金色だったかな、ピンストライプみたいなのが入ってて、その色と、ブルーだったのかな。で、まあその後角型のタンクに変更されて、その頃に確かホークスに出てきたんだと思うんですけどね、ちょっとよく覚えてないけど、で俺の乗せたホークスリーっていうのは、あのエンジンはホーク2と一緒なんですけど、あのまあ外観は全然違うんですね。あの四角いタンクでこうタンクからまあサイドカバーでちょっと短めのねシートカールがついてるんですけど、まあそこまでまあ比較的こう流れてるようなデザインというか、うん、当時も CB7 版の F が出てたんで、ああいうの当時はねヨーロピアンスタイルって言ってたんですけど、まあその流れを一応は組んでたのかな、全然似てないんですけどね全然似てないんだけど、一応そのヨーロピアンスタイルっていうことでちょっとね コンチハンってコンチネンタルハンドルって当時言ってましたけど、ね、ちょっと低めのハンドル、うん、今はもう普通ですけどね、それね、うん、でそういうのがついてたんですよ。でヨーロピアンスタイルで大きく違ったのはミッション、ミッションが、ホーク2が5速だったのに対してホーク3は6速でしたね。で確か記憶が正しければホンダ初の6速ミッションだったような覚えがあります。でこの6速ミッションなんですけどね、まあ当時俺そんなにバイクまだ全然経験もなかったから、その良し悪しとかなんとかっていうのは全然分かんないんです、分かんなかったんですけどね、あのすごく覚えてるのは一回だけ噛んじゃったことがあるんですよ。でまあギアが噛むとどうなるかっていうと、まあ、当然コーディングロックですよ。なんで走ってる最初にいけないコーディングロックしたんですよ。でたまたま俺がそのロックした時に、本当偶然なんですけど友達を後ろに捨ててで、タンデムで、スピードはですね、その直前までまあ60キロぐらい、国道走ってたんで60キロとかそのぐらいで走ってたと思うんですけど、もうちょっとおじさんが、たまたまその時は、ね、10キロぐらいしか出てなかったんですよ、偶然なんですけど。でそれで俺はあの10キロぐらいでバーッとところバスって夜中の12時頃だったと思うんですけどね、いきなりガンと止まっちゃって、俺はポーンとね前に多分3メートルかそこだかな飛ばされて、うん、もうちょっとこんなのかなよくわかんないですけどね、で転がって転がってね、でこうやって転がってバーッとこうみたいな、自分のバイクがこうまだ立ってるんですよ、ここにでそこからこうスローモーションで、そうで俺のバイクもそこにこうまだ直立してるんですけど、まあ、もちろん止まってる状態ですよね。後ろに乗ってた友達がまだこう捕まってるんですよ、こうやってでそれでこうなんていうの、こう俺の見てる前でスローモーションでガーッとバイクと俺のバイクと友達が一緒に倒れてるっていうシーンを俺はあーっと思いながら眺めてたんですけどね。あれでもね、何だったんですか、あのギア噛んだ原因がよく分かんなくて、バイク屋に持ってったんですけど、バイク屋もよく分かんないんですけど、結局ホンダの当時、今もあるのかな、細かいあのホンダの浅田研究所ですか、あっちの方に持ってって、バラして原因聞いたんですけど、答えてくれなかったですね。でまあどうなったかっていうと、結局転んだ時の傷とか、まあそれ以外の傷もね、まあ俺結構転んでたんだけど、全部まあ、ほぼ外装パーツ全部一新ですよね、でもちろんエンジンとミッションも、新しくなって、帰ってきたんですけどね、うん、まあ全部タダですよなんすかねあれはいろいろあるんですよね、企業的にね、
うん、まあでも楽しいバイクでしたね。何しろ初めての、ね、400cc っていうこともあって、結構いろんな伊豆とかね箱根もよく行きましたし、うん、長野とかねなんかいろいろ行きました、いいバイクでしたね。音がすごい特徴的でちょっとこもったような音がするんですよ、フォーク系のエンジンって。まあエンジンっていうか、まあ、あのマフラーの問題なんですけどね、だからこう後ろを走ってると見ないでも、あフォーク2かフォーク3かどっちかだななんてね思ったりしたんですけどね。当時のバイクは結構音聞いてね車種が良かったりしたんで。で、バイクの話はちょっとこれまでにして、あともう一個あのお酒の話ですね。ちょっとこうお酒あんまり強くないんだっていうね方もいらっしゃるので、でそういう方はね結構美味しく飲める、あのまあうちもそうなんですけど、バーとかでワインとか結構、まあ、最近は置いてるとこ多いですけどね、うちもワインはないんですよ。もともとバーはワインって、まあビールも本当は置かないんですけどね、あんまりで、うちもワインはないんですが、こういうのはあります。シェリー酒ですね、スペイン お酒なんですけど、アンダルシア地方とかあったかな。で、まあシェリー酒もいろんな種類があるんですけど、これティオペペで今言うと大体これですね、フィノシェリーってやつなんですけど、でシェリーもね辛口からすごい甘口まで入れられるんですけど、これは辛口です。で多分もう本当にねコンビニとかでも下手すりゃ売ってるような、まあ日本じゃかなりね相当手に入りやすいシェリーなんですけど、でもちろんこれまあ普通のワインとはちょっと違うんですけど、いわゆるちょっと酒精強化ワインっていうんですけど、まあ、ちょっと違う香りとか味するんですね。ちょっとハーブっぽいと言いますかね。で、もちろんワインの仲間、ワインの一種なので、白ワインと同じように冷やして、でそのワイングラスで飲むっていうのは、まあ、これはもう普通の飲み方です、セリーグラスっていうのがあるんですけどね、まあ、まあワイングラスでもいいですよ普通は、まあ、別にロックでも何でもいいんですけど、でそのままも美味しいんですけど、これよくやるのはもうちょっと度数を下げるためにこれトニック、うちですね、うちが使ってるのはこれウィルキンソンのトニック、これで割ります。でまあそれもちょっと甘すぎるかなと思うんで、これは、ウィルキンソンのトニックとウィルキンソンの炭酸半分半分ぐらいで割るんですけど、で、まあ12オンスだから、まあ、360cc とか、まあ、400弱ぐらいのねグラスに、そうですね、普通よくうちは割った氷なんですけど、まあ家なんかですとね普通のこうキューブアイスみたいなあるじゃないですか、こういう製氷機なんですね、あれだったら大体2個から3個ぐらい使って、であとレモンですね、俺がやるのはレモンを、6分の1ぐらいかな、大体くし形に切って、まあ、それをギュッとまあ絞った、もうこれはもうそのまま皮ごと見事絞ったやつをそのままガンとグラスの中に落としてたんですけどね、でそこにティオペペを 45cc 入れます。で残りの部分はね、まあ、トニックウォーターと炭酸半分半分ぐらいでダバダバッダバッと入れて、で軽く混ぜる、まあ、いわゆるジン&トニックってねありますよね、あれのシェリー版ですね、シェリー&トニックですね、これは結構ね、さっぱりしてるし、度数はねこいつがね、15度ぐらいなので、大体ね、ビールと同じぐらいの度数になりますね。でちょっと酸味がもうちょっと抑えたいっていうことだったら、レモンのねレモン絞んないで皮だけをもうほんとこのくらい皮だけパンと落として白い部分ちょっと取ってね、でまあこいつを氷でトニックとかでね割った後、まあ最後にね飲むの前にその皮をふっとこう絞るんです、絞るんですね、絞りそうじゃないです、
あとレモンの香りだけが、まあ、移るっていうね、感じですね、うん、これは結構美味しいと思いますよ。あのお酒苦手とか、でもお酒苦手なんだけど、あのちょっとお酒っぽい感じのは飲みたいなんていう時はね、あの結構いいと思います。他にも度数低いリキュール、例えばピーチとかね、ラズベリーとか、まあ、いろんなリキュールお酒あるんですけど、それも度数が低いんですけど、それでもいいんですけど、結構甘いので、あのでアルコール感ってやっぱないんですよ。なのでちょっとこうジュースっぽくなっちゃうんですよね、うん、なのでいやもうちょっとこうアルコールっぽい、アルコールを飲んでるなって感じがあって、でも甘くなくってでも美味しいなんていう時にはおすすめですね、うん、まあまたあのバイクの話もね、あのお酒の話もまたあできたらね、どうせ店開けてないんでねまたちょっとね多いかもしれないですね、時間があるからまた、していこうかと思います。それじゃあまた。